今まで一番コストがかかった海外の国は。精神科医樺沢翔の樺チャンネル、今日は質問いただきました。ゆずさん29歳、女性。樺沢先生の海外からの動画がとても好きです。今まで一番コストがかかった国はどこですか？私自身仕事で海外出張が多いので気になりました。コストって言ってもいろいろ飛行機代とかホテル代とか食事代とか、そういうことですよね。お金がかかったかっていうことですよね。コストがかかるかどうかっていうのはどのくらい贅沢するかっていうことによりますので、コストをかけないで旅行することもできますし、海外に行ったからせっかくだから贅沢をしようっていうのもそれもそれで私はいいと思うんですね。国によってそんなに変わるのかといった場合、例えば東南アジアの国とか行くと日本より物価が安いという国もあるでしょうけど、日本って物価が安いんですよ、海外に行くと思いますけど。だから今ヨーロッパとかアメリカとかそれいろいろな国に行くと、オーストラリアなんかものすごい物価が高いですけども、いや物価高いなと。だいたいランチ2000円しますね、普通に食べてね。ちょっとまあ気の利いたものを食べたらすぐ2000円行くのが海外の今の相場ですね。ちゃんとレストランみたいなところで座って食べて1500円以下っていうのはヨーロッパとかアメリカではなかなかないと思いますね。ちょっといいハンバーガーだともう15ドル20ドルしますね、アメリカでもね。グルメバーガーだとね。そう考えると結構コストかかりますよね。一番かかった国はどこですかって言ってもそんなに変わんないですけどね、どこの国もね。ホテル代が今すごい高いです。アメリカなんかもシカゴに泊まりましたけど、1泊3万円から高い日だと4万円ぐらいする日もあるんですよね。超安いホテルって言ってもやっぱり2万円以上したりするんですね。本当にただ空港の3、40分ぐらい離れたところになるともうちょっと安いのもあるのかもしれないけど、それだと不便でやってられないで、あとニューヨークなんかでも1泊3万円以上からってことになってくると、ホテル代っていうのはかなりコストの中でも重要なものを占めるかなというふうに思いますね。安く抑えたいのでは Airbnb みたいので借りるとか、しょうがないから街中よりも1時間ぐらい離れてるところに借りれば安いところもあるでしょう。だけど海外行った時に時間っていうのは価値じゃないですか。海外に滞在できる時間っていうのは限られてるし、行って帰ってくるだけで飛行機代で20万円ぐらいかかってるわけだから、それ考えると便利なところに泊まった方が私は得かなと思いますけども、一番コストのかかった国はどこですかっていうことではなくて、自分がそこの国に行って何をしたいのかということと、どういう体験をしたいのかということに合わせてね、いろんなものを選択することができますから、アメリカに行ってお金を使わないでいろいろなことを楽しむ、例えば屋台みたいなのでハンバーガーとかホットドッグ食べれば確かにそんなにお金かかんないで済むし、エアビーみたいなのに泊まれば貧乏旅行することだって可能ですね。あるいはアメリカの中でも超有名なレストランにね、この間アメリカのシカゴ行った時に世界のレストランランキングで1位に行きましたけどね、料理が4万円でワインが3万円なので1人7万円ぐらいするんですけど、なかなかそれは勇気がいりますけどね、1人7万円になるとね。でもそういう体験なんて滅多にできませんから、旅行の時ぐらいいいんじゃないのって言って、そういう贅沢な体験をするっていうのも一つありだと思う。だからまあ自分が何をやりたいかってことに合わせてね、旅行っていうのはプランを組めばいいと思いますので、同じ国に行っても高く済ませることもできるし安く済ませることもできますから、自分がどういう旅行をしたい、どういう体験をしたい、どういう学びを得たい、どういう気づきを得たいってことを自問自答しながらですね、その目的を達成できる国を選んでいくという方がいいんじゃないかなと思いますので、お金っていうのは元でもなるかなというふうに思いますから、皆さんの貴重な体験を積むという方にフォーカスした方が旅は面白くなると思いますよ。精神科医樺沢翔の樺チャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。